続いてピントレです。今月は椅子に座ったままできるエクササイズをご紹介しています。ご指導いただくのは2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。今日は家で言う地盤、体で言う骨盤やっていきます。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブのスタジオに来ています。ゆこさんよろしくお願いします。お願いします。今月は椅子を使ったストレッチですよね。はい、骨盤は家の地盤、体の骨盤と言われるぐらい大事なところです。はい、皆さん普段骨盤がどこにあるか認識していますか？してないです。してないですよね。家を建てるときって必ず地盤をチェックするかと思います、はい、やっぱ変なところに建ててしまったら絶対に家の骨組みもおかしくなるように体も丸まってしまったり、それで肩こりが生まれて頭痛が生まれたりとかっていう不調をきたしてしまうので、やっぱり骨盤の位置ってすごく大事なんですね。なので今日は骨盤をほぐして整えていきたいと思います。わかりました、はい、もう座ったまま簡単にできます、はいはい、骨盤前後という動きです。ここに骨があるので手で触ってみましょう。はいはい、触りましょう、はい、触ったら今度は丸まってみます。そう、丸まるとなんとなく骨盤が傾くのが分かるかと。上に行ったような。そうですね、そうです、そうです、はい、そこからなんとなくお尻から頭まで一直線になるようにしてみると、これを骨盤が立つって言います。多くの方が丸まったままパソコンをしたりご飯を食べたりしているので、この状態ではなくこういう風に骨盤を立てるっていうことを動かしながら、はい、まずは感覚をつかんでいきましょう。はい、ここに呼吸も合わせていきます。はい、はい、息を吐きながら丸まります。そうです、そうです。吸いながらアップ、吐きながらふー、滑らかに動かせるようにね、ちょっと意識をしていきましょう。吐いて吸って、なんかお腹にも力入りますね。そうなんです、ナイスポイントです。お尻とお腹どっちも使います、うん、なのでインナーマッスルトレーニングとかって言うんですけれども、下っ腹がね薄くなってきて、はい、嬉しい。おすすめのワークです。息と一緒に丁寧にやってあげてください。はい。はい、そしたら今度骨盤にくっついている大きな筋肉、お尻も伸ばしたいと思います。はい。はい、片方の足をもう片方に乗っけます。はい。そして膝を少し押してあげましょう。うんうん、次にかかとと膝の間に自分の背骨がまっすぐ倒れるようにしてあげます。はい、この時背中が丸まらないように気をつけてください。ピーンとですね。そうです、お尻から頭まで一直線のイメージで倒れます。はい、多くの方がちょっとかかとが近すぎたり膝が浮いてしまってお尻をうまく感じないことがあるので、しっかりと膝は遠くのイメージ、はい、はい、ここに対してこのかかとと膝に対して垂直というのが大事になります。うんうん、曲がってる足のお尻を感じていきたいです。お尻よりもなんだかこう、はい、ここそうですね、そういった方も非常に多いんですよ、はいはい、やっぱりですね普段からこの腸腰筋って言うんですけど足の詰まりを感じてらっしゃる方は、うん、どうしてもお尻が伸びにくいので、ここを感じてしまった方は別のストレッチをする必要があります。要するに腸腰筋をほぐした方がいいってことですか？そうなんです、本日 LINE でピントレと送っていただいたら腸腰筋前もものストレッチを送らせていただきたいと思いますので、気軽にピントレと送ってぜひやってみてください。ゆこさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。以上ピントレでした。また来週ということで、はい、皆さんはお尻を感じました、それともこの腸腰筋を感じましたでしょうか、うん、腸腰筋が痛いと思った方はですね、腸腰筋をまずほぐす必要があるんですよね。ということでピントレと送って、はい、皆さんも腸腰筋まずほぐすところから始めてみてください。ピントレでした。